ーズン目を迎えた B リーグ開幕戦1対0ベレーザ勝利です。頭上を行くクロスに最後合わせたのは土方。コーナーキックから村松のシュートです。伝統のあるクラブの一員になれることをすごく嬉しく思っています。 U19 代表候補の土方麻也、メニーナから昇格してリーグ戦2ゴール目です。この松永のキープ力、松永のクロスボール、最後は藤野が合わせました。残り7試合全部勝つっていう覚悟は本当全員が持ってやってるから、3位だけど今は後で見とけよくらいの気持ちではやらないと多分絶対上にはいけないから、よく触ったということで、北村左足のシュートリフレクションあってでゴールに吸い込まれました。上位対決は2対2引き分けで終了しました。それは勝ちしかなかった試合を出してしまったので本当に悔しいです。やっぱもう一つ一つ勝っていくしかないので、まあ、先を見ずにまずその1試合に集中していきたいと思います。やった頑張れ。植木理子決定機左ポスト。
引き分けに終わりました。これでベレーサ優勝の可能性完全に消滅ということになりました。ベレーザの村松智子です。今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。特にラストセブンゲームでは皆さんとの一体感をより感じることができ、私たちのとても力になりました。皆さんの応援に応えることができず、結果が出ずとても悔しいですが、また来シーズンベレーザに何が必要かを考え全員で戦います。ベレーザは絶対にこのままでは終わりません。来シーズンも熱いご声援よろしくお願いします。1年間ありがとうございました。